レッシュの代表として頑張るね。イランスの未来を担う二人の若き魔法剣士たち。かつての私たちがそうであったように、彼女たちもまた運命に翻弄されようとしています。願わくは彼女たちが私たちの与える本当の試練に打ち勝ち、真の絆を持ってこれからの艱難に相対すことができますように。さあおいでなさい、ルーク、フラン。ちょっとちょっと、本当に本物なの？やっとだよ、嬉しい。ちょっとねえ、落ち着いて、向こうに聞こえてしまうから。ちょっといいですか？あ、何？ダダ漏れなんですけど。ほら言ったでしょ。だってさ、嬉しくないわけ？やっと来てくれたんだよ。あなたたちのその声は、もしかして私たちを導いてくれていた。お、あの声ってフランも聞いてたんだ。だよね、聞き覚えあるよね。どこのどなたかは存じ上げないが、助けていただいたことに感謝します。こちらこそありがとう。ずーっと待ってたんだよ。うんうん、迎えに来てくれてありがとう。私たちが迎え？ルーク、どうし…むふん、なんだその鼻息は、はしたない。やる気なんだな。当たり前じゃん、こんな面白いっていうか大事そうなこと。そうこなくちゃ。この先で待ってる。気をつけて進んで。敵がたくさんいるから。ごめんね、間違えて大量に呼んじゃった。どんまいどんまい。呼んだって、それって。気にしない気にしない。じゃあね、待ってるね。気配が消えた。いや、いつもそばにいる。それにしてもルーク、え、何かな？なんだか似てないか？ルークと声の主の片方。そうかな？全然、全然じゃない？いや、その繰り返す口癖とか、なんだか気のせいか。私の背後を任せてもいい？集中で。フラン、はじめちゃった。逃げろ。負けろ。それおめでとう。綺麗な立ち筋だ。ありがとう、フラン。私について来られるか？あたしでしょ。あんたについていけるのは。私に当てるなんてさすがだな。このまま先へ行っちゃおう。足元気をつけて。焦っても仕方ないんだぞ。どれ？
近寄るな！
私についてこられるか？あたしくらいだよ。あんたについていけるのは。行くよ。
無知は禁物だそうでいいから、言っても聞かないんだろうけどね。ちょこ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 What?
退く相手になれるように。よっしゃ、このまま先へ行っちゃおう。足元気をつけて。焦っても仕方ないんだぞ。もしかするんじゃない？いつも聞こえていた声のここへ導いてくれた人たち。え？その服装って、ベルナル騎士学園のものにそっくりだ。その通り。ご明察。そして特別な教頭試練の始まり。全てを終わらせるために、私たちを倒しなさい。今の未来の魔法騎士たちよ、この人たちを倒したらどうなるのか。いけー、フィニッシュ。やってみなくてはわからないな。準備はもっといいよね、フラン。当たり前だ。こちらこそ遅れを取るのよ、ルーク。これで終わり。この攻撃の流れ、やっぱりその人たちって、ベルナル魔法騎士学院。待ってなさい。そう、見たこともない技もあるからね。来るぞルーク、こちらからも仕掛ける。暴れろ。私に当てるなんてさすがだな。ごめん、こんなものだ。やあやあ、どうもどうも。改めましてごきげんよう。それに初めまして。びっくりしたよね、話すとすごく長くて。まあとにかくありがとう。ありがとう、ずっと待ってた。よくわかんないけど、悪い人じゃないみたいだし、その制服、これ？後で説明するね。この時代にも女王様っているよね。ご報告したいことがあるの。わかった、案内するね。頑張ったね、ニトの塔の試練。いつも見てたから知ってる。ありがとうございます。私たちが作ったんだよ、あの塔。え？あなたたちが？ニトの塔を？それって、もう一つお願いがあるんだ。ずっと待ってたことがあって。うん、お願いだ。私たちも卒業させてくれる？あなたたちと一緒に。はあ、よくわかりませんが、それってちょっと事情があって封印されてたから。自分たちでやったんだけど。ちゃんと単位は取ったし、試練にも合格してるから。学園に私たちの記録が残っているはず。それなら、ルーク、問題あるかも。あるわけないじゃん。あってもどうにかするし。やったー！これでおしまい。よろしくね。私はカテリナ。サラ・アンニカよ。ちゃんね。私はルクレチア、ルークって呼んでね。私はフランチェスカ、フランです。ね、フランとルーク、質問があるんだけど。私とサラってどちらがお姉様に見える？それはサラかな。そうだね、サラの方がお姉様っぽいな。
本当に本当に？うんうん、真羅万象、あまねく者の真理、まさにこれにあり。嘘だ、未来に来て初の衝撃だよ。ねえ、話の続きは歩きながらでいい？女王様に報告しなくちゃ。それがいいな。これで試練も本当におしまいか。卒業式楽しみだな。そうだね、フランは泣いちゃうのかな。泣いたりするものか。もうちょっとぐずってるじゃん。そんなことはない。あんちゃん何したい？卒業した後、旅の生まれ変わりを探したい。お腹に顔をうずめて、太陽の匂いがしたらその子。わかった、協力するね。うんうん、やっと来れたね、サラ・アンニカ。長かったね、カテリナ。これってそうだ、そうだよ、あの時に思い描いてた懐かしい未来だ。運命ってあらかじめ定められたものじゃなくて、単に過去から未来へとつながるってこと。どうつながるかは私たち次第。過去は変えられるものじゃないけど、私たちは変わってゆける。そうしながらつながっていけばいい。得体の知れない敵に絶望する物語、そんなものお断りだ。本当の友達の力を借りて一緒に成長していくのが私の物語だから。手の届くところにくらいは幸せを届けたいよね。笑顔と声でできちゃう私の革命。それいいね。ニコニコしたい。褒められたところで行くよ。みんな、私たちは今日一緒に、せーの、卒業します。